よく晴れた秋の一日であった仲の良い友達が訪ねてきてひとしきり話が弾んだ後で「気持ちのいい天気じゃないかどうだそこいらを少し歩こうか」ということになって私とその友達とは私の家やバス停にあったので近くの広っぱへと散歩に出かけたことであった 雑草の生い茂った広っぱには昼間でも秋の虫がチロチロと鳴いていた草の中を一尺ばかりの小川が流れていたりしたところどころには小高い丘もあった私たちはとある丘の中腹に腰を下ろして一点の雲もなく澄み渡っている空を眺めたりあるいはまた すぐ足の下に流れている溝のような小川やその岸に生えているさまざまの見れば見るほど無数の種類の小さい雑草を眺めたりそして「ああ秋だな」とため息をついてみたり長い間一つところにじっとしていたものであるするとふと私はやはり小川の岸のジメジメしたところに生えていた 人村のある植物に気がついたのである「君あれなんだか知っているか?」そう友達に聞いてみると彼は一体自然の風物などには興味を持たぬ男だったので無愛想に「知らない」と答えたばかりであったがいかに草花の嫌いな彼もこの植物だけにはきっと興味を持つに相違ないわけがあった いや自然を顧みないような男に限ってこの植物の持つある凄みには一層引きつけられるはずだったそこで私は私の珍しい知識を誇る意味もあってその植物の用途について説明を始めたものであるそれは何がしそうといってねどこにでも生えているものだ 別に激しいいい。毒草というわけでもない普通の人はただこうした草花だと思っている注意もしないところがこの植物はの妙薬なんだよ。今のようにいろいろな薬品のない自分の堕胎薬といえばもうこれに決まっていたものだよく昔の産婆なんかが秘宝の卸薬として用いたのはつまりこの草なんだよ それを聞くと私の友達は案の定大いに好奇心を起こしたものである。そして一体全体それはどういう方法で用いるのだとはなはだ熱心に聞きただすのであった。私は「さては早速入り用があると見えるね」などとからかいながらおしゃべりにもその詳しい方法を説明したのである。 これをね手のひらの幅だけ折り取るのだそして皮をむいてそいつをと身振り入りでそういう秘密がかったことは話す方でもまた面白いものだふんふんと感心して聞いている友達の顔を眺め眺めこまごまと説明したのであるそれからその打退談がきっかけになって 私たちの話は三次制限問題に移っていったその点では友達も私も近頃の若い者のことだ無論話があった制限論者なのだただそれが誤用されて不必要な有産階級に行われ無産社会にはそんな運動の起こっているのを知らぬ者が多い 現にこの近所には貧民屈のような長屋があるのだがそこではどの家も必要以上に小独者ばかりだというようなことを大いに論じたものであるそれを論じながら図らずも私の頭に浮かんできたのは私のうちのすぐ裏に住んでいる老郵便配達婦一家であった そこの主人はこの町の三島郵便局に十何年勤続して月給わずかに五十円ボンクレの手当がおの二の円に満たないという身の上であったそのうちで晩酌を欠かしたことのない酒好きではあったけれど極めて律儀者で十何年という長の月日をおそらく一日も欠勤せずに通したような男であった それで年は五十を越しているらしいのだが結婚が遅かったものと見えて十二歳を上に六人の子宝があるのだ家賃だって十円は払わねばなるまいそれをまあどうして暮らしていこうというのだ夕方になるとは十二歳の長女が大事そうに五合瓶を抱えて老婦の晩酌を買いに行く私のうちの二階から そのの哀れれな姿が毎日眺められるのだ。夜は血離れの3歳になる男の子が病的なおそらく栄治のヒステリーであろうか力のない声で一晩中泣き続ける5歳になるその上の女の子は頭から顔からおできができて夜になるとそれが痛いのかかゆいのかこれもまたヒステリーのように泣き叫ぶのだ。 40歳の彼らの母親はそれをまあどんな心持ちで眺めているのであろうしかも彼女の腹にはもうまた五月の子が宿っているのだだがこれは私の裏の郵便客婦の家に限ったことではないその隣にもその裏にも似たような古物者がいくらもあるそして広い世間にはもっともっと 郵便客夫の十層倍も不幸な家庭がたくさんあることであろうそんなことを取り留めもなく話し合っているうちに短い秋の日がもう暮れ始めたのである青かった空が薄墨色になり近所の家々には白茶けた灯火が展示られそうして土の上に腰を下ろしているのが妙に嘘寒くなってきた そこで私たちは立ち上がって、私は私の家に、友達は彼の家に帰ることにしたのである。が、その時、つと立ち上がった私は、今まで背中を向けていた丘の上に何かの気配を感じて、何気なく振り向くと、そこには、夕闇の空を背景にして、木造のように一人の女が突っ立っていたのである。 一切な私の目には背景が空ばかりだったためかそれが非常に大きな異形のものに見えたしかし次の刹那にはそれはもののけなどよりはもっと恐ろしいものであることが分かったというのはそこに化石したように突っ立っていたのは今言った私の裏の哀れな郵便配達婦のハラミ女房だったからである 私は顔の筋肉がこわばったようになってむろん挨拶なんかできなかった先方でも空洞のようなまなざしであらぬ方を見つめていて私の方など見向きもしなかったこの無知な四十女は言うまでもなくさっきからの私たちの話をすっかり聞いていたのだ私たちは逃げるようにして家に向かった 私も友達も妙に黙り込んで別れの言葉もろくろく交わさなかった二人はことに私は思わぬ女の立ち聞きにそしてその結果の想像にすっかり脅かされていた一旦家に帰った私は考えれば考えるほどあの女房の様子が気になりだした彼女はきっと初めから 例の植物の用途の説明のところから聞いていたに相違ない私はあの時その植物を用いる時はどんなにやすやすと少しの苦痛もなく堕退を行うことができるかについてかなり誇張的な説明をしたはずであるそれを聞いて古伏者のハラミ女はそもそも何を考えるのが自然であるかその子供を産むためには 苦しい中からいくらかの費用を支出しなければならぬもう老朽に近い年で生まれた子供を懐に3歳の子を背中にそうして選択をし炊事を働かねばならぬ今でさえ毎晩決まったように怒鳴り散らす亭主は余計に怒鳴るようになるだろう5歳の娘はますますヒステリーをひどくするだろう それらの数々の苦痛がたった一本の名もない植物によって少しの危険もなくのぞかれるとしたら彼女はそんなふうに考えないであろうか何が怖いのだお前は三次制限論者ではなかったのか あの女房がお前の教えに従って不要な一人の命を闇から闇へ葬ったとでそれがどうして罪悪になるのだ私は理屈ではそんなふうに考えることができたしかし理屈でこの身震いがどう止まるものぞ私はただ恐ろしい殺人罪でも犯したように 無性に怖いのであったなんだかじっとしていては悪いような気がして私は家の中をそわそわと歩き回った2階へ上がってあの広っ端の見える縁側から薄暗い丘の辺りを透かしてみたりその時郵便客婦の女房はもうそこにはいなかった 何の必要もないのに階段を駆け下りて二三段も踏み外しバカバカしく騒がしい物音を立ててみたりそそくさと下駄を引っ掛けて表口の格子を開けてみたりまた閉めてみたりそんなことを繰り返した後で結局もう一度丘の下まで行ってみないではいられなくなったのである私は もう一軒先は見えないほどの夕闇の中を誰か見ていはしないかと身のすくむ気持ちで後ろの肩を振り向き振り向き例の丘のところまでたどり着いた灰色のもやの中に一尺の小川の黒い水がチロチロと流れていた一軒ばかり向こうの草の中で何の虫だか 妙にさえた根で泣きしきっていた私は硬くなってあの植物を探したそれは辺りの低い雑草の中に化け物のように太い茎と厚ぼったい丸い葉をぬっと突き出しているのですぐに分かったが見るとその一本の茎が半ばからぽっきり折り取られて まるで片腕なくしたフグ者のように変に寂しい姿をしているのだ私はほとんどくれきった闇の中で嘘寒く立ち尽くしていた醜い顔にいつも強者のように髪の毛を振り乱しているあの四十女の女房がさっき私たちの立ち去った後で 恐ろしい決心のために頬を引きつらせながらのそのそと丘を折り四つ埋いになってその植物を折り取っている有様が気味悪く私の目に浮かんでくるそれは何という滑稽なしかしながらまた何という厳粛な一つの光景であったろう私はあまりの怖さに わっと叫んでいきなり走り出したいような気持ちになったことであるそしてそれから数日後のことその間私はかわいそうな裏の女房のことは気にかかりながら強いて忘れるようにしていた歌人の噂話などもなるべく聞くまいとした 私は朝から家を出ては友達のところを遊び回ったり芝居を見たり寄席に入ったりなるべく外で夜をふかしていただがとうとうある日私は家の横の細い路地でひょっこりと裏の女房に出会ってしまったのである彼女は私を見ると幾分恥ずかしそうにニヤニヤ笑いながら その笑顔が私にはなんとものすごく見えたことであろう挨拶をした乱れた髪の毛の中に病後のようにやつれた血の毛のうせた彼女の顔がすさまじく覗いていた私の目は見舞いとすればするほど彼女の帯のあたりにいったそしてそこには 予期していたことながら、しかしやはり私をハッとさせないではおかなかったところの飢えた野生犬のように二つに折れはしないかと思われるほどのぺちゃんこのお腹があったのであるそしてこの話にはもう少し続きがあるのだそれからまた一月ばかりたったある日のこと 私はふと通りすがりに一間のうちで私の祖母と女中とが妙な話をしているのを小耳に挟んだのである流れ月なんだねきっとこれは祖母の声であるまあご隠居様がホッホッホ無論彼女の笑い声はこんなによくはないのだがこれは女中の声である だってお前、お前がそう言ったじゃないか。まず、郵便屋の女将さん。そう言って祖母は指をくるらしいのだ。それから、北村のお金さん。それから、駄菓子屋の、なんと言ったっけね。そうそう、おるいさん。そらね、この一町内で三人もあったじゃないか。 だから流れ好きなんだよ今月はそれを聞いた私の心臓はどんなに軽くなったことであろう一説なこの世の中がまるで違ったへてこなものに思われたこれが人生というものであったか何のことだかわからない そんな言葉が私の頭に浮かんだ私はその足で玄関を降りるともう一度例の丘のところへ行ってみないではいられなかったその日もよく晴れた小春日和であった奥底の知れない青空を何鳥であろうのびのびと円を描いて飛んでいた 私は少しもまごつかずに例の植物を探し出すことができただがこれはまあ何ということだその植物はどの茎もどの茎も皆半分くらいのところから折り取られて見るも無残な無クをさらしていたではないか それは近所のいたずら小僧どもの仕業であったかもしれないまたそうでなかったかもしれない私はいまだにいずれであるかを知らないのである